ワールドデジタルライブラリーはユネスコとアメリカ合衆国のアメリカ議会図書館が運営する国際的な電子図書館。インターネット上の文化的コンテンツの充実を図り、それによって国際的な異文化間の相互理解を深めることを目的として創設された。教育者、学生、一般大衆にリソースを提供し、 国家間及び各国内の情報格差を狭めるために、提携機関に、それらリソースを配置する要領を築いている。また、インターネット上の非英語圏や西洋以外の、コンテンツの拡充によって、学問的研究に寄与することを目指している。無料で多言語形式のコンテンツを、インターネット上で入手できるようにすることを意図しており、世界各地の文化から、 貴重な一時資料を集めている。2009年4月の開始時点で1236点が公開されていた。2014年2月現在で80カ国から9900点が公開されている。アメリカは約20年間国際連合教育科学文化機関から脱退していたが2003年に再加盟した。 アメリカ議会図書館館長のジェームズ・エイチ・ビリントンがアメリカのユネスコ委員会の委員長に選ばれ2005年6月の就任会議で正式なスピーチを依頼された ABU of the Digital World Library と題したスピーチで図書館や博物館などが守ってきた豊富なコレクションを無料でかつこれまでよりもはるかにアクセスが容易な 新たな形式で世界に公開するというビジョンを説明した。これにいち早くパートナーとして名乗り出たのが Google で2005年にワールドデジタルライブラリーの開発資金として300万ドルを寄付した。アメリカユネスコ委員会の2006年の年次会合で議会図書館でのワールドデジタルライブラリーについてのアドバイザー、ジョン・ファン・オーデナレンがビリントンのビジョンを実現するための プロジェクトの概要を説明した。まず説明したのは、ワールドデジタルライブラリーを実現するにあたって、主要な4つの分野でパートナーを必要とするということだった。2006年12月、45の国立図書館の館長、各図書館の技術担当部長、ユネスコの文化及び教育担当者が、パリで一堂に会し、ワールドデジタルライブラリーの開発について議論した。 その参加者によって、プロジェクトの4つの分野それぞれを分担するワーキンググループが結成された。ワーキンググループは2007年前半に電子図書館関連の専門家を含めた会合を開いた。2007年7月、ワーキンググループから WDL プロジェクト全体に対して報告が挙げられた。そして2007年10月に、 パリで開催された第34回ユネスコ全体会議に報告が提出された。2008年9月初め、米州機構とアメリカ議会図書館の間でワールドデジタルライブラリー開発について合意がなされた。2009年4月21日、パリのユネスコ本部にてワールドデジタルライブラリーが稼働し始めた。当初からの展示品としては、 世界初の小説とされることもある11世紀に日本人が書いた小説、源氏物語、アステカによる最初のイエスの幼少時代への言及、古代アラビア語の大数学の元となった文書、漢字の元となった、吉光重骨文字、8000年前のアフリカ美術、アメリカ州について名前をつけて言及した最初の地図である、バルトゼ・ミラー地図、ギガスシャホン。 サミュエル・ド・シャンプランのデ・ソバージュ、ウボヤージュ。デ・サミュエル・シャムプレーン、デ・ブルージーズ、フェット・イーエヌラ、フランス・ヌーベル・エル・ワン1603、かつて、アメリカで奴隷だった101歳の老人の肉声の、録音、第一次世界大戦時の新兵募集ポスター、スカンディナビアからの移民者のために、カナダ政府が作った1899年製の、ハンドブック。 スペイン語とタガログ語で出版された最初の本であるディクトリーナ・クリスティアナ。E.N. レンガ・エスパニョーラ・ワイタゴラ、アラスカのインノ・ケンティが聖書をアレウト語に翻訳したもの、マリ共和国で見つかったイスラム教の思考、100万頭、ダラに中国、オスマン帝国、ロシアツアーリ国で撮影された珍しい写真、ラ・マルセーエズの世界初の録音、リュミエール兄弟による、 世界初の映画、インドの憲法のフォトリソグラフィによる、複製、プレムベハリナラインレイズダによる、カリグラフィー、ハエグゾーチンココーデックス、ニュルンベルク年代記などがある。ワールドデジタルライブラリーのパートナーには次の、図書館などが含まれる。ありがとうございます。